羽生市大和田桑崎の獅子舞は、今から約400年前から桑崎八幡神社の境内にて中宮様に奉納されておりました。踊る舞は中連の舞、その次に花の舞、それと弓の舞です。補聴会は若い世代への継承のため、地域の小学生に毎月第3土曜日の夜に教えています。桑崎の鎮守の三神社で年2回奉納しているとのことですので、ぜひ現地にも足をお運びください。それでは桑崎獅子舞保存会の皆さん、よろしくお願いします。
続いて、の理由は、神社に対してお辞儀するわけが、お参りするわけの理由になります。短いですけども、理由はしっかり練習してありますので立派な理由でございます。ご覧ください。お願いします。
はい。